皆さん、こんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、アタックセールスアソシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日は YouTube セミナー。こういう形式でお話をしていきたいと思います。画面を共有しますね。本日のテーマは、部下育成に効く良いダメ出し、そして悪いダメ出しです。 どんなダメ出しをすることによって部下がどん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 成長していくのか。こういう悪いダメ出しだとダメなんだよなっていうことをね、皆さんにご紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。まずですね、どんな方にこの動画を見ていただきたいか。それはやっぱりね、部下育成に悩むすべてのマネージャーです。特に営業マネージャーの方々。ぜひ最後までお付き合いいただきたいと思います。 その前にアナウンスがあります。現在、平日12時半から25分間、YouTube ライブ、生配信をやっています。ぜひご参加いただきたいと思います。題して、横山信弘のダメ出しライブです。参加した皆さんにダメ出しをするという、そういうライブではありません。今回ご紹介する良いダメ出しということをですね、扱っていきたいなというふうに思います。 皆さん食事をしている最中とかね、チラッと見ていただけたらいいかなと思うし、他の余罪管理大学の動画と違って、皆さんと総合交流するような、まあそういった生配信になっていますので、ぜひぜひ皆さんからね、ご質問とかいただけたらいいかなというふうに思っています。さらに言うとですね、毎週金曜日の夜8時から大体50分間ぐらい、こちらも YouTube ライブ、生配信をやります。横山信弘のダメ出しライブフライデーです。 えっとですね、まあ、この金曜日の夜8時からの方が参加しやすいっていう方もいるんじゃないでしょうか。お酒を飲みながらでもいいですので、えー、ご参加いただきたいと思います。私もひょっとしたらね、たまにはビールとか飲みながらやるかもしれません。それでは本題に戻りましょう。えっとですね、部下育成なかなか難しいっていうね、そういうご相談受けるんですけど、それはね、 そりゃそうですよ。<laughs> なかなか簡単にはいかないですよね。それは私もそうですし、まあ全ての人が悩むことじゃないかなというふうに思います。で、まあ王道なんですけど、やっぱりフィードバック、フィードバックの中身を変えていくっていうことが重要ですよね。だから、まあダメ出し、このダメ出しの中身を極めていきましょうというのが今回の提案であるということです。 まあ先ほどご紹介したダメ出しライブで皆さんとね、いろいろ意見交換をしていきたいと思うんですけど、今回のこの動画では、良いダメ出しとは何か、悪いダメ出しとは何か、この話をしていきたいと思います。ぜひ、良いダメ出しを自分自身にしていきましょう。もしくは、部下に対してやってもらえるようにしましょう。上司が部下に対してダメ出しをするっていうのは、できる限りしたくないですよね。なので、 一番いいのは部下自身が自分に対して良いダメ出しをすると一番いいわけですよ。そのように上司がリードするということが重要なんです。それでは良いダメ出しって何だろうということで、まず一つ目ご紹介していきたいと思います。新規開拓で月50件お客様と接触しました。だけど目標の提案件数10件を下回ってしまった。 何がダメだったんだろうこれが良いダメ出しです。ちなみにですね、今回は良いダメ出しと悪いダメ出し2種類ご紹介するんですけど、一番いけないのはダメ出しをしないっていうことなんですよね。悪いダメ出しだったらまだいいんですけど、ダメ出しさえしないっていうのはどういうケースかこういうケースです。新規開拓で月50件接触しました。 まあ、目標の提案件数10件は下回ったんですけど、まあでも、月50件のね、KPI はせ、あの、目標達成したんで、まあ、まあ、それなりにできたかなと思っています。まあ、来月はですね、提案件数10件がいくように、まあ、なんとかね、頑張っていきたいと思います。以上です。みたいな発表する人っていうのは、自分に対してダメ出しをしてませんよね。ですので、50件の KPI、新規のお客様先、訪問とか、オンラインでの接触っていうのはやったと。 でこれはやったんだけど、でも求めているものは何かっていうと、最終的な受注件数とか受注額じゃないですか。この目標が達成しない限り、どれぐらい接触したって意味がないですよね。なので、その最終的な受注件数、目標を達成するには、まずは提案件数、毎月10件はクリアしようというふうに考えたとします。で、月50件接触すれば、だいたい5分の1の提案件数、10件ぐらいは、 まあできるんじゃないかと思ってこの仮説を立てた。だけどそれ下回ってしまった。でも、まあ最初の KPI はクリアしたんだからいいじゃないですかって開き直るのはダメだっていうことです。こういうケースは上司が部下に対してダメ出しをしなくちゃいけないですよね。なぜかっていうと部下自身が自分にダメ出しをしないからです。なので良いダメ出しっていうのはちゃんと仮説通りに、しかも計画通りにやった。 だけど、その次のフェーズ、商談フェーズには移行しなかった。何がダメだったのかなーっていうことを部下自身が自分に対してダメ出しをしているかどうかということです。もう一つ種類紹介しましょう。上司から指示され、指示された通りに企画書を作りました。だけど、上司からはこうじゃないよっていうふうに合格点をもらえなかった。何がダメだったんだろう。こういうケースです。これよくありますよね。上司が 今度の経営企画会議とかね、なんか営業会議に企画書を提出するから、ちょっと企画書を作ってくれと、提案書を作ってくれと、言われましたと、あ、わかりましたと。で、こういう感じで作ってくれればいいからと。あと、少しぐらいね、自分で工夫してよと言われたら、あ、もちろんやりますって言って、こう作ったとしますよね。え、作りましたって言ったら、うんあ確かに自分が言った通りには作ってもらったんだけど、でも、普通はさ、ここってこうだって考えない で、こことここを指示したんだから、やっぱりこっちもこうなるってわかるじゃん。ちょっともう一回作り直してって言われたら、あれ言われた通りにやったのになぜそういうふうに言われたんだろうなぜ合格点をもらえなかったんだろうって思いますよね。なるほど。言われた通りにやるだけじゃダメなんだ。確かになと。このように次に指示されたっていうことは、おそらくこっちも変えなくちゃいけない。こっちも変えなくちゃいけない。よし じゃあ、今回指示されたこと、ダメだって言われたこと以外にも、こっちもこっちも変えなくちゃいけないから、こっちも変えていこうって言って、で、もう一回できましたって提出しますよね。そうすると上司が、うーん、なるほど。うん、いいんだけどさ、これ余計なことやってるよね。なんでこれやったで、こっちもさ、なぜこれ変えた ここはね、あの変えなくてもいいんだよ。あ、ここは自分で考えて変えたんだよね。これは OK。こことここは元に戻してって言われると、あれそうなんだってなるじゃないですか。つまり、こうやってパターン分析をしていくってことがとても重要なんですよね。これをやって、こうなるかと思っていたらうまくいかなかった。じゃあ、こっちの手を考えた。 でも、それでもうまくいかなかった。じゃあ、こっちかな。こっちかなって言って、だんだん正解に近づけていく。誰が正解に近づけるんですか自分自身です。上司ではありません。部下はロボットではないんですよ。部下自身が考えないといけないですよね。なので、自分自身に対して良いダメ出しをするっていうことはどういうことかっていうと、自分で仮説を立てました。その通りに実施しました。だけど、計画通りに、あ期,期待通りの結果は出ていない。 なんでダメだったんだろうって、自問自答を繰り返していくっていうことですね。そうすることによって、相違工夫するようになるし、誰かに相談することになると思います。上司からこのように言われて、まあ上司っていうか、まあ部長からとか課長から、こういうふうに言われて、で、この通りにやったんですけど、一度見てもらえませんか先輩ってね、言ってみる。 そうすると、あ、こことここって直したって。いや、そっちはやってないんです。うーん。多分ね、ここもここもね、指摘されると思うよ。あ、そうなんですね。でも、部長からはそれ言われてないんですよ。いや、でもさ、こっちを指摘されたって言うんだったら、こっちとこっちも絶対直した方が俺はいいと思うよ。だったら、こっちを直した方がいいですかいや、そっちはいいんだよ。え、なんでですかと。だってさ、これとこれとこれは違うじゃん。あ、なるほど。そういう風に見るのか。 つまり自分で立てた仮説をそのようにいろんなアドバイスをいただきながら修正していくっていうことですね。そうすると何度かね、繰り返していくと上司から指示された通りだけではなくって、あ、おそらくここを指示されたけれども、こことこことここを押さえておけば OK かなってなる。で、実際に提案ね、あの提案書とか企画書を上司に返してみると、お大体 OK やな。 自分が指示した以外のところもちゃんと直してるし、あ、自分が気づかなかったところもうまく直されてる。大体わかってるね、みたいな。こういうもんじゃないですか。そうでないと、上司が言われた通りにしかしない、指示待ち人間になってきます。言われたことはやりますけど、それ以外のことってどうやってやったらいいんですかなんかおかしいですよ、みたいなね。だって、 自分が良かれと思って直したところまたダメ出しされちゃうんだったらなんか意味ないですみたいな感じになる自分で自分に対してダメ出しをしないから上司からとかね他の人からダメ出しされるわけですよ。気分が悪いですよね。自分に対して良いダメ出しをするそういう習慣を見つけることがとても重要です。では悪いダメ出しとは何かこれです。悪いダメ出しの一つ目の事例はこちら。 新規開拓で月50件接触しようとしたんだけどいろいろあってバタバタしていて45件で終わっちゃった。なかなか無理だよね。でもなんかな。50件決めたんだけど結局やんない。いつもそうなんだよな。来月は頑張るか。いや、今月はダメだったなっていうダメだし。これはどうでしょう。そしてもう一つ。上司から支持された。 ね、通りに企画書作らなかったんですよね。なんかバタバタしちゃってて。で、えー、言われた通りにやろうと思ったんだけど、2週間前の話だから、なんかね、言われたことを忘れちゃって、しかも目も取らなかったし、で、自分なりにやってみたんだけど、やっぱり叱られちゃった。ダメだな、私ってっていうやつですね。まあ、そりゃそうですよね。悪いダメ出しっていうのは仮説も立てないし、計画通りにもやらない。だから、 やっぱり期待通りの結果出ないし、やっぱり叱られるし、やっぱりダメだったかって思うわけですよ。そうすると、なんで自分はできないんだろうなんで計画通りにやらないのかなとか、なんで C 通りにやらないんだろうっていうふうに過去に向いてしまうんですよね。そうすると自分の感情のコントロールってどうやってやればいいんだろうとか、意欲とかやる気とかモチベーションとかね、どうやったらあげたらいいのかなとかね、この仕事の目的の意味っていうのはわかんない、わかんないのかなって問いかけたくなるんですよね。 なんかね、意味がないですよね、こういうことって。単純に決めたことをやるだけなんですよ。単純なことを複雑に考えるのはよろしくありません。ということで、ダメ出しを極めていきましょうということで、良いダメ出しをね、部下自身が、自分自身が、ね、自分に対してやるっていうことがとても重要です。なので、 それをね、ちゃんと極めていくために、平日12時半から25分間、私がダメ出しライブっていうのをやっていますので、ぜひご参加いただきたいと思います。まあ、ダメ出しの話をするばっかりではなくって、まあ、私が最近気づいたことであったりとか、特にね、結構際どいことを、まあ、生配信の時は言うと思います。 どっちかっていうと、この YouTube の動画って、まあ、当たり障りのない話であったりとか、まあ皆さんがね、よくわかってるような、まあそんな話が多いじゃないですか。うん。その方が多くの人に再生されるってことがわかってるからです。 だけど、この生配信の時はね、やっぱりぶっちゃけトークをしたりとか、あとは自分の気に入っている書籍とか、昔からね、すごく参考にしている書籍っていうものを、まあ、ご紹介して、その中の一文を紹介して、で、こういうことをね、やんないとやっぱりダメだよね、みたいな話をしていきたいと思っています。金曜日のね、8位からはさらにぶっちゃけたトークをしたいと思ってますし、皆さんからね、ご質問に対して、 まあ、歯に着ぬ着せぬ感じでお答えをしようと思ってますので、他の人とのやりとりをね、皆さんが見たり聞いたりするのもとても楽しいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ぜひご参加いただけると嬉しいです。あの、そのアーカイブを残しておくケースもあれば、これずっとアーカイブを残しているとね、やはり動画一覧にこのダメ出しライブの動画ばっかり残っていくってことになりますので、 まあ今回のものは削除しようかなとか、まあ今回のものはちょっとね、1ヶ月ぐらい残しておこうかなみたいなことを自分の気分次第でやっていきますので。ですので、できる限りね、生で参加していただけると私は嬉しいです。最後に余罪管理の話をさせてください。余罪管理っていうのは目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んで目標を絶対達成させる営業管理手法です。 目標の2倍の余罪を仕込まずに、なぜ達成しないんだろうって言ってても、それはダメに決まってるわけですね。ですから、まず仮説として2倍を仕込むんですよ。しかし2倍を仕込んだからといって、目標が達成するとは限らないですよね。それで達成しない。なぜダメだったんだろうって、自問自答するわけですよ。そうすると2倍では足りないのか。もしくは2倍の中身に問題があるのか。そこを常に創意工夫するっていうことがとても重要です。 皆さんが余罪管理をやっていてうまくいかないケースがあったらぜひ先ほどのダメ出しライブとかに参加してコメント欄に書いて質問していただければ私がその時に答えられるっていうことがあると思いますので。ぜひぜひ先ほどのダメ出しランブにご参加いただけると嬉しいです。今回の動画はいかがだったでしょうかぜひ皆さんにはこの余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。 チャンネル登録はよろしくお願いします。チャンネル登録することによって、このダメ出しライブには参加しやすくなると思います。参加される方はね、やっぱりチャンネル登録者が圧倒的に多いですから。そしてですね、この動画参考になった気に入ったという方は、いいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そして、何度かアナウンスした通り、私のメインメディアは、私のメルマガです。概要欄に載っています。ぜひ、えー、私のメルマガ、 登録よろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。お疲れ様でした。